背の大脇をリンゴから出た紙切れ、黄昏時の灰色が街を包む頃になると私はいつもダブダブの茶色の街灯を着てステッキを振りながら一人で波止場や海岸通りゴミゴミした品街などをあてどもなく散歩するのが習わしだった。 雪かみぞれが今にも降り出しそうな空を反射して鉛のようにどす黒く光る夕暮れの海を白いカモメの群れがすれすれに飛んでは船から吐き出す残飯をついばんで急に何者かに驚いたようにパッと立ち上がったり沖に停泊した貨物船の青いペンキのはげかかった煙突から出る煙が寒い風に横なぎに吹かれて次第に薄れてついには消えたり あまり裕福でない外国の旅人の泊まる小さなホテルの明るい窓から出し抜けに朗らかなテナーでラ「ラ・ッポエーム」の一節を歌うのが聞こえたと思うとすぐにしんと静まったり小さい橋のそばの歯や明かりの灯った花屋の店先から花の匂いがしたりこれらのものを私は何も考えずむなしい心で見たり聞いたり嗅いだりするのが好きだった。 ある時にはそれらのものに関連した古い思い出がふとアヘン人形者の美しい幻のごとくおぼろげに私の頭によみがえることがあってもそれがどこの国の港で見た思い出であるかそれとも何かの本で見た思い出ででもあろうかと考えているうちにどこか懐かしみのあるその甘い幻ははや風のように消えてなくなってしまうのだ。 黄れ時の散歩の際における私はそれほど心が穏やかで空虚でもあればまた退屈でもあったそれからこうした場合の私は茶ぶ台を囲みながら一家団らんして明るい明かりの下で夕げをしたためているのを通りすがりの窓から眺めたりシナ人が店先で灯椅子に腰掛けて長いキセルを振りながら何やらしきりとしゃべっているのを見たりするのを 決して嫌いではなかったというのは自分とは何の利害関係もないそれらの人の生活が退屈しきった私の心には一枚の絵のように面白く写ってそれに自分勝手な私的な解釈やロマンティクな想像を付け加えることができたからであるだが毎日こうして散歩しているとまれには平和な心ばかりで見ていられない事件にもぶつかるものだ。 ある寒い晩方だった。いつものように茶色のダブダブの大きな街灯に同じ色の鳥打ちをかぶって港の町のオフィスばかり立ち並ぶ夕方にひっそりして人通りのない町を歩いていたすると不意に片方の小道から慌ただしい足音がしてはっきりとは見えないがどうしても日本人に違いないおもだちの女がこの寒い夜空に 街灯も着ないイブニングドレスの姿ですぐ前の街角を曲がると息き席切って私のそばを走り抜け今私が来た方へ飛んでいくのだ驚いて私が振り返った瞬間その女はなんだかまりのようなものを反対の側の歩道に投げ捨てたと思うと今度は洋服を着た男これは帽子も街灯も着ていたようだが その男が今の街角に現れて私のそばを通り抜けると黙ったままさっきの女を追っかけていくのだ私があっけに取られて立ち止まっているとまもなく彼らは次の街角に黒い影を消したこの一辺の小さい悲劇には私もすぐには適当な解釈を下しかねたというのは その女が上品な婦人にも見えれば下等な武闘場あたりの怪しげな女とも見え従って後から追っかけた男がその女の尊敬すべき夫とも考えられれば恐ろしい刑事とも考えられたからであるただ男が泥棒でないことだけは確かである泥棒だとすれば女が私の姿を認めた時に いいを求めたに違いないこんなことを考えながら私はまた散歩を続けたそしてゆるゆる歩きながらこの問題を早く忘れてもっと愉快なことを考えようと努めただが今見た異様な光景は退屈している私の頭に妙にこびりついて容易に消えてくれなかった。 そして10分間ほども歩くと私はまた後戻りして物好きにも女が捨てたマリのようなものを探し始めたそれは艶のいい赤いリンゴだったもう辺りは薄暗くなっていたので私はリンゴを拾い上げると寂しい街灯の光に照らしてみたとその時すぐ奇妙な発見をした りんごには短い絵がついているのだがその柄の根元のくぼんだ皮に柄を中心にして小さい傷がかすかに円を描いているのだ不思議に思って絵をつまんで引っ張ってみるとちょうどハンドルを引いて引き出しを分けるようにすっぽりと肉の一部が抜けて後に小さい空洞が残った街灯に照らしてみると その空洞の中に確かに何か隠してある小指を突っ込んでほじくり出してみたらそれは細かく畳たたんだ紙切れでよくシワを伸ばして広げてみるとちょっとはがきぐらいの大きさの紙にタイプライターで何やら書いてある私はリンゴを捨て静かに歩きながらそれを読み始めた大文字ばかりでこう書いてある 言うまでもなくこれは暗号だがその道の人は誰でも知るごとくどんな暗号でもおよそ部外者に解けない暗号というものはない私は様式のいくつもある暗号の解き方を順々に当てはめて考えているうちにものの10分とたたないうちに完全に解いてしまった。 これは数ある様式の中で最も幼稚最も平易な方法の一つで一字一字の文字をしまいから始めにかけて逆に読めばいいのだつまり「23日午後7時30分竹野台の氷川神社の裏から300ヤード」ということを英語で書いてあるのだ。 23日といえば今日だ今6時頃だからこの時刻までには1時間半を余している氷川神社というのは知らないが竹の台は歩いて1時間とかからぬ距離だそういえばあの辺にお宮のようなものがあったような気もするこれは一体何を意味するのだランデブーなぜ英語を使ったのだ どうして暗号で書いたのだ普通の合いびきとしては細工に念が入りすぎているそれよりもっと罪深いたちの悪いことを意味しているのではあるまいか妙なものでこれがもし普通の平凡な文字で書いてあったのなら私の好奇心もこうまで強くはならなかったろうに暗号で書いてあったためにしかもその暗号を解き得て リンゴから出た紙切れに記された時刻と場所を知るのは自分一人だと自覚するとなんだかじっとしていられないような不安を感じどうしてもその先を詮索せずにはいられない気になるのであったそこで私は急いで家へ帰りあらゆる危険を予想して準備を整えたそして7時を打つ頃にははや竹の台の夕闇の中に氷川神社を探し当てていた 空は真っ黒に曇って寒い風が吹いていたたった一つの薄暗い伝統のともった社はイチョやケヤキの雲をつくような大木に囲まれていたその森の両側は深い竹藪に連なってただ道を隔てた前だけが畑になって緩やかな傾斜を作って向こうの谷へ続いている私が辺りの地勢を眺めていると 1一台の自動車が静かに坂道を登って車の近くの竹藪のそばまで来ると車を停めて明かりを消した暗い物陰に佇んで様子をうかがっているとその自動車の運転台から一人の男が降りて囲いに沿ってスタスタ奥の方へ歩いていくやがて坂道の下からまた第二の自動車が登ってきた やぶのそばまで来ると明かりを消し一人の男が飛び出して同じように小道を裏へ歩いていった二人とも男だから合いびきでないことだけは明らかになったその男が小道に姿を吸い込まれると足音を忍ばせながら後をつけた藪の間の小道は真っ暗だった ただ高いところに帯のように細長い曇った空が見えるので私たちの進む道の方向が判断できるだけで前を行く男の姿はもとより自分の足元でさえ見えなかった風に揺られてざわざわ騒ぐやぶの音に始まって前を行く男の靴の音が時々聞こえるばかりやがてくの字なりに道が曲がったところまで来ると すぐ向こうに赤い電灯のともった家が見えた近づいてよく見るとカッテージ風の2階屋だが2階の窓は真っ暗でただ開花の玄関のそばの一つの窓のよろいどの隙間から光が漏れている暗い木立の影に隠れて様子を見ているとその男は赤い電灯の真下の石段を登ると帽子を取り 街灯のポケットから黒い布切れのようなものを取り出して、すっぽり頭からかぶるのだ。私は不思議に思って2。3歩近づいて息を殺した。赤い電灯はその男のすぐ頭の上にともっているのだが、光が弱いのではっきりとは見えないけれど、彼が頭からかぶったのは黒い布で作った袋のような顔面で両目と口のところに穴を開け。 後部は水平だが前は顎のところを三角形に長く伸ばしてちょうどネクタイの結び目まで隠せるようになっている彼はその覆面をかぶってしまうとコツコツと三度扉をたたいたすぐには扉が開かないしばらくしてまた三度たたいたすると中から扉が開いて 同じような覆面をした背のひょろたかい男が現れ握手しながら活気のいい英語で言ったお待ちしていましたよく道が分かりましたねもうみんな集まりましたかえいさあどうぞ2人の影が暗い廊下に吸い込まれるとまた静かに扉が閉まった私は闇に立ったまま 今見た不思議な光景の意味を考えた2人は英語で話したが発音や体格から判断して2人とも日本人に違いなかったどうも何か人目をはばかる秘密の会合が行われるらしい彼らがお互いに覆面をして会合するのは相互の間に誰であるかを隠し合う必要があるからだろう 実に奇妙な会合ではあるがそうとより他に解釈のしようがない彼らがことさらに英語で話し合うのもあるいは声色で知られるのを避けるためかもしれぬ私は外套のポケットのネズミ色の袋を破って鋭利なナイフで両目と口のところに穴を開けて頭からかぶってみた私の外套はダブダブした旅行用のアルスターで 自分の好みでポケットも思い切って大きく作ってあったのでこんな場合にはすこぶる便利がよかったただ気になるのは色が黒でなくてネズミ色であること顎のところが三角形に尖っていないことだがもし尖められたら覆面をなくしたと答えることにしよう誰でも物をなくすことはあるものだ今になってすごすご帰るのは物足りない 怪しまれて質問されたらいつでも飛び出す用意をして行けるところまで行ってみよう私はすっかり落ち着いていた奇妙な覆面をかぶって茶色の鳥打ち棒にステッキを片手に持ったまま湿っぽい落ち葉を踏んで家に近づいた何の恐怖も感じない胸はいつものごとく静かに動き打っていた 明かりの漏れる窓の下まで来ると何やら低い声で途切れ途切れに話しているのが聞こえる赤いランプの下まで来るとチョコレート色に塗った扉の前に立ったその扉を3つたたいたそれからしばらくしてまた静かに3つたたいたがいつまでたっても廊下に人が出てくる気合いはなかった さては私が来たのを怪しんで警戒しているのだろうかそれとも風の音に消されて奥へ聞こえなかったのだろうか今のうちに馬鹿げた冒険をやめてさっさと家へ帰った方がよくはないかだがここまで踏み込んだのだからとにかくもう一度たたいてみようそれで開けてくれたら運を天に任せて入ってみるし開けてくれなかったら帰ることにしよう 3つずつ叩くのがことによると一種の暗号になっているかもしれないと思ったので私はかなりの力を込めてまた3つ叩いた覆面の奥の私の顔色はいつもと少しも変わっていないばかりか唇の辺りには皮肉の微笑さえ浮かんでいたどんな場合でもある仕事に取りかかる前に自分が割合に落ち着いているのを意識するのは愉快なものだ やがて廊下に足音がしてさっきの背のひょろ高い男が扉を開けたそして私の手を強く握って英語で言った君が最後に到着した人ですみんな揃って待っていますみんなええ十二人私は胸をなで下ろしたこれで第一の難関が無事に通れた 私の最大の心配はいくら覆面で顔を隠していても人数を調べたなら余計な男が紛れ込んだことがわかるだろうということであったがもうこの懸念はなくなった私は外套と帽子を廊下にかけた彼は玄関の扉を閉めて鍵をかけながらどうでしたすぐお分かりでしたかこの家がうん。 と、私も英語で。氷川神社の裏300ヤードと書いてありましたから。どうです。いい家でしょう。全く！先月の会合の家とどちらがお気に入りました。今度の方がいいでしょう。まるで危険な綱渡りをしているような気がした。 一歩足を踏み外してとんまな答えをしようものなら大変なことになる彼は玄関の扉に鍵をかけ終わると廊下の右の扉を開けて「さあどうぞ」と言い捨てて忙しそうに廊下の奥の方へ歩いていった私が静かに敷居をまたいで部屋に入るとムッとするほどの温かいいきりと香ばしいタバコのにおいが顔を打った 真ん中のテーブルの上に大きなろうそくが一つともってその朦朧とした光に照らされた三方の壁際の長いすや安楽椅子の上にはおよそ十人ばかりの紳士たちが皆黒い同じような覆面をかけて肘をついてもたれかかったりだらしなく足を伸ばしたりして座っている私が入ると一同がこちらを向いたので私は軽く一同に会釈し,して 黙ったまま長い子の空いたところに腰を下ろしたしばらくすると2人の紳士がローマ時代のキリスト教徒白眼やコロシアムの建物について低い声で話し始めたがそれは私が部屋に入る前から話していた話題の続きらしく口ぶりや体つきでどちらも外人であることはすぐに分かったその話に耳を傾けながら私は静かに辺りを見回した 部屋に寄るのは私を加えて12人。廊下の奥へ行った背のひょろ高い男も加えれば13人その半数以上が外人らしくそれがみんな洋服を着て黒い覆面で顔を覆ってその口の丸い穴からパイプや葉巻を覗かせている様は不気味でもあれば噴き出したくもあったエビ茶の厚いクロスをかけた丸テーブルの上には 大きい青銅の灰皿と封を切ったばかりの葉巻の箱とそれからマーキュリーをかたどった銀の食材が置いてあってその食材の上のたった1本のろうそくの柔らかい光が部屋の中に渦巻く紫色の煙や皮張りの椅子や長椅子に並ぶ怪物のような覆面をほのかに照らしていた床には贅沢な厚い品絨毯を敷き薄暗い部屋の隅には 大きな電気ストーブが溶鉱炉の炎のように赤く燃えていたこの部屋の中で喋っているのは二人の外国人だけだった他の者はただその話に黙って耳を傾け時々笑って調子を合わせるくらいのものだった彼らはお互いに相手の名前やどんな人間かということを少しも知らないらしくまた知ろうともしていないらしいやがて 背のひょろ高い男が勢いよく部屋へ入ってきて閉めた扉を背にして立ったまま日本人としては珍しく達者な歯切れのいい英語で快活に話し始めた「諸君長らくお待たせいたしましたがこれで一度揃いましたから会を始めることにいたしましょうがその前にちょっとご相談したいことがありますほかでもありません 私たちがこのクラブを組織してわずか3ヶ月しか経たないのにはや警察がこのクラブの存在を悟り各方面に捜索の手を広げ始めたことですこれに対しては我々も一層警戒を厳重にし便利は悪くても毎回会合の場所を変えていかなければなりませんで先月の会合の時にはわずか13人でクラブを維持していくのは費用がかさんで困難であるから もっと厳選の上で会員を増やそうという説を私が持ち出した次第ですがこの際むやみに会員を増やすのは危険の率を増すばかりですから当分このままの人数で続けていこうと思うのですが諸君のご意見はいかがでしょうか賛成一同が口々に叫んだ次に今月分の維持費として。 私たちが100円ずつ払い込んだ金が1300円それに例によって名前は申されませんがこの中のある方が特別に1000円をご寄付くださったので今月の財政はかなり豊かですで第1回の会合の時には刀剣と統計。第2回はバルセローナから苦心して取り寄せた各種のフィルムをご覧に入れましたが今回は。 刀剣を一歩踏み出して、人間の決闘をお目にかけることにしたのです。この言葉を聞くと、一堂がぎょっとして体をゆるがせ、タバコを口へ持っていきかけたものはその手を途中で止めて、背の高いチェアマンの覆面をあおいだ。そしてチェアマンの努力と本相に対して、一堂が満足を感じたらしかった。 背の高いチェアマンは元気な声で言葉を続けたしかしご安心くださいその2人の男はここで決闘しなくてもどこかで近いうちに決闘すべき運命にあったのですつまりここでは長くなるから込み入った理由は話せませんがとにかく彼ら2人はどちらか1人が倒れるまでは山ぬほど憎み合っているのです 私は苦心の末にその血統を買ってきたにすぎないのです殺された方はしかたないが勝った方へは1,000元の賞金を与えると約束しましたから2人とも同意してくれましたどちらも前科数班の手に負えぬ圧巻です武器は彼らの希望を入れて担当海添人も医者も立ち会わずどちらかが血まぶれになって殺されるまで戦うのです もし勝って生き残った方が負傷していたら巧妙な方法で病院へ送る手はずも決めておりますこの時一人の男が長い子にもたれかかっていた状態を起こして「チェアマン」と呼んだ「生き残った男が我がクラブの秘密を漏らす憂いはありませんか」いやその点は心配ご無用です 彼らはクラブの秘密は何も知らない目隠しして連れてこられて目隠しして連れ戻されるのでこの会合の場所がどこの町であるかということさえ知らないのですたとえ彼らがこんなクラブのあることを悟ったとしても私たちは風のごとく集まり風のごとく参じているので警察ではどこを目当てに捜索していいかわからないのですではこれから始めましょう 血統は地下室です。諸君どうぞこちらへ背のひょろ高いチェアマンが扉を開けて廊下に出ると私たちもぞろぞろ彼に続いて部屋を出た廊下を奥へ入ると2階へ上る階段のちょうど真下にそれと同じ角度をしてコンクリートの湿っぽい階段が地下へ降りている背のひょろ高い男は その地下室へ降りる階段の途中で立ち止まると片手を上げて一堂を遮りながらここに立って見物しましょう下へ降りると危ない地下室には織工の強い伝統がともっているので階段の途中に立っていてもよく見えた4坪か5坪の狭い地下室は古い陰気なレンガで四方の壁を積み上げて いはたのであろう隅の方にはわらくずや石灰の粉などが汚らしく散らかっているが床の大部分には1寸くらいの厚さにまるで相撲状の土俵のように新しい砂がまいてあるこれはおそらく後片づけの便利がいいようにとの心遣いであろうがそんなことよりもまず第一に私の目に映いじたのは、 両方の隅っこに離れて二人の男がしゃがんでいることだった彼らは私たちが階段の途中まで降りると二人とも陰気な気味の悪い顔を起こしてこちらを向いた階段の途中に立ったチェアマンは片手にピストルを握ったまま「さあ始めろ!と」と底力のある日本語で言った それと同時に右手に光る担当を持った2人の男がムクムクと立ち上がって1軒ぐらいの間隔を置いてにらみ合った1人は色の合わせた印番店を着た顔の赤黒い目や口の造作の大きいどこか南洋の男のような顔つき1人は毛糸のジャケツにコールテンの半ズボンを履いた目のしょぼしょぼした青白い男だった 2人はしばらく相手の隙をうかがっていたが出し抜けに印番点が猛烈な勢いで飛びかかっていったジャケツは素早く身をかわして横手から相手の横っ腹を突こうとしたがこれも手応えなかった彼が続けさまに2度目の担当をついてかかると担当を持ったその手の上から印番点のたくましい左手がむずとつかんだ ジャケスはそれを振り離そうと暴れ回るので二人の体はつながり合った手を中心にして二三度ぐるぐるコマのように回ってよろよろと酔っ払いのごとくよろめいた格闘が始まってまだ一瞬時しかたたないのだが二人ともはや息を切らしてヒーヒー喉を鳴らしている階段の一番上にしゃがんで片手を廊下の床の横木に支えたまま 窮屈な姿勢で前の男の肩越しに見物していた私は今にも血がほとばしるかと胸がハラハラした私の横にいる外国人は極度の興奮と寒いのとで無様にも花見をガタガタ震わしていた一番前に立つ背の高いチェアマンは私たち一同をかばうように格闘する男の体が階段に近くなると いつもピストルを振って脅かしながら追い払った私が二度目に血統者の方へ目を移した時には彼らはいつの間にか一つの担当を捨てて他の一つを四つの手で握ってひしめき合っていたそのうちジャケツが目に見えぬ素早さで両手を離したと思うと急いで落ちていた担当を拾ったそれと同時に 印番点が振り上げた担当が低い天井にコードを引っ張ってつるしてある電球のそばでピカリとものすごく光ったと思うと次の瞬間けたたましい物音がして辺りが真っ暗になったピストルいやピストルではない電球が破裂した音であった担当が電球に触れて壊れたのである すると闇の中でうーんと苦しげにうめく声がしてし印番んかジャケツかどちらかわからぬが一人どさりと倒れる音が聞こえたあかりあかり階段の一人が興奮した低い英語で囁いたはいやく、誰かろうそくを持ってきてくださいはいやく。」 私のそばにいた男が闇の中を手探りながらバタバタ階段を走りぼった階段の下の方が妙にざわめき始めていや誰だ英語で言ったのはチェアマンの声らしかったやがてほのかな明かりが階段の上から差し込んで覆面をかけた人たちの黒い影帽子がいくつも砂の上に映ったそして マーキュリーの銀の食材が群衆を押しのけるようにして下へ降りてからよく見るとなんと階段の下にはジャケツと印番点が二匹の猛獣のようにどちらも階段をにらみながら並んで立っているしかし初めには薄暗いのでよく分からなかったがろうそくの火が動かなくなってよく見るといつの間に取ったのかジャケツはチェアマンのピストルを右手にかざし 店は担当を逆手に握っている私は今にも階段の誰かが打ち倒され言うまでもなく私たちが部屋で談笑している間に彼ら二人は妥協し合ったのである何の見張りもつけずに二人だけを地下室に渡たしたのはチェアマンの失策と言わねばならぬ手を挙げろ ジャケツが言った。みんな手を挙げた2人は一同のポケットを探り始めたチェアマンの内側のポケットからは大きな札束が出た時計や指輪には目もくれないで順々に素早くガマ口だけさらっていくそして私たちを階段に正たしたまま彼ら2人はマッチの光で廊下を抜け部屋の窓から どことも知れず逃げていった。私はガマ口を取られたのを惜しいとも思わなかったそれどころか青くなって震えている一同のポケットをさらっていく彼らを痛快にさえ思ったというのはこのクラブの集まりが進行していくにつれ血をむさぼる狼のように残忍な刺激を求めてやまぬ彼らの意図を知ってかえって2人の決闘者 それがどんなひどい前科者だろうと彼らに同情せずにいられなくなったからだ私はこの夜の出来事が自分にとっては愉快な結末になったことを満足しながら一人闇の中を抜けて帰ったそれから3日ばかりたったある夕方神社の近くへ散歩の足を向けたついでに赤いランプのついていた家の前まで行ってみたら それはあの晩見たとは打って変わって荒廃した空き家で風雨にさらされて変色した木札に「ハウストゥーレット」と書いてあったそれからまた私の毎日の静かな散歩が始まったそして黄昏時の海を飛ぶ白いカモメの群れや沖に停泊した船の煙が 寒い風に吹かれるのを眺めた。